あの夏のことはずっと忘れない。すべてをナマコに捧げたあの日々を。お、ナマコ。やはり日差しがきつかったか。ナマコきつかった？ところで君はナマコなのかい？ナマコとつぶやいて倒れた彼のことが、その瞬間から忘れられなくなった。ナマコで始まるよ。何なんだいこのゲームは。なんか話題ちゃんと言うなね。ナマコレ、話題のゲームらしいですけども。ん、ああ、あの時のこのさ、メッセージスキップのボタンがさ、ナマコなんだね。ちょっと卑猥なものに見えたけど。少しめまいがしただけだ。他人が心配するほどのことではない。そうなのか。じゃあナマコを待たせているから。え、私というものがありながらナマコ。このイケメン量ボイスっての下の項目もおかしいよね。彼の気を引くためにナマコ漁に挑もう。おう、岩をタップして出てきたナマコにタッチ。気持ち悪い。えい、破壊した。え、これナマコなんだ。普通ナマコ、あの海かと思った。なんかレアナマコとかいんの。うわ、気持ち悪い。なんだ、白いのしか、普通ナマコしかいないよ。これを集めたよ。取ったナマコを早速彼に届けてあげよう。画面下のイケメンボタンをタップ。ホームとかでいいじゃん。扉をタップして彼を呼び出そう。ナーマコだよ。なんだ、フルボイスじゃないのか。ちょっとボイスを待っちゃったじゃないか。ナマコプレゼントボタンから彼に送るプレゼントを選んで、プレゼントも何もナマコしかねえぞ。ちくわしか持ってねえって波に、ナマコしか持ってねえ。プレゼントボタンをタップ。これで普通ナマコ、普通のナマコ、他のナマコと同様、目や鼻など感覚器官がない。つまりあいつにもこの男にも感覚がない無神経な男ってことか。うわ、すげえいっぱいある。じゃあナマコの、ごめん、もう一回ね。普通ナマコをプレゼント。お、全部が99匹のナマコ一気に。なるほど、普通ナマコか。このナマコ見せてもらうとしよう。ナマコ鑑定士。見せたよ。で、親密度アップ。ナマコポイント396。親密度アップ。お、あと300ナマコポイント。トリーン。1%。長いんじゃないか、このゲーム、もしかして。量でナマコをゲットして、彼にプレゼント。そして、ポイントで親密度をアップ。うまくいけばボイス獲得。うまくいけば年頃になると。なるほどね。親密度をアップさせていくと、レアな彼の姿を見られるかも。これはパジャマか。一瞬あのナマコに身を包んだ彼かと思ったんだけど。プレゼントはもうないんで寮に行きましょう。よーし。ナマコを捕まえるってのはそう簡単なことじゃない。いえ、簡単です。あの、岩をタップしたらいくらでも出てくる。気持ち悪い。何これ。トゲクリ色ナマコ。他のもゲットしたよね今。ニセジャノメナマコ。へえ。おお、どんどん破壊するぜ。秘密の寮ってのがいやらしいな。わあ、すげえ。ナマコの集まりいいね。これこのね、岩をタップして次の岩が復活するのもすぐだし、あ、これ結構いいじゃないの。おお、1回のナマコで、ナマコじゃない、1回の破壊でさ結構出るし。じゃあ秘密の寮行きましょうか。秘密の寮に出かけますか。秘密の寮では親密度に応じてレアなナマコの出現率がアップします。寮の制限時間は30秒です。これは所持している最初のおまけチケットだね。じゃあ行きましょう。秘密の寮へ。これ秘密の海なのか。ちょっと音が、お、秘密 BGM。 お、赤いのいたね今。おらららら、どんどんタップをしてスワイプして、ナマコをゲットする。おお、どんどん破壊破壊。よしよしよし。地図ナマコなんかいろいろある。もう見てらんない。ここら辺は後で掴んでチェックする。おー、いいね。いきなりナマコをかなり大量に集められるんじゃないのか。ちなみにこのゲーム課金要素もあるらしいから、そういうナマコチケットを大量にリアルマネーで買って彼にプレゼントするっていうリアル貢ぎ、運営者にも開発者へのリアル貢ぎができるというわけですな。なるほど、運営者のそういった特殊ボイスが聞けるかも。ごっつあんですっていうな。さあ、そして秘密の寮が終わりました。彼との秘密の時間はこれで終わり。でも限られた時間だからこそ熱く燃え上がる。いやー、ナマコ触りたくねー。でもナマコって美味しいらしいね。食べたことはないけど、さすがに空気にはなれんな。
よく言うよね、ナマコを最初に食べようと思ったやつの気が知れないっていう。普通ナマコ、マナマコ、これって全部実在するのかな。食材にされちゃうナマコ、近海のものと外洋のもので色が異なる。四角ナマコ、南の海に住むナマコ、背中のイボイボの先っぽが黄色いのが特徴。へえ。トゲクリ色ナマコ、これか。ふにゃっとしたナマコ、いやらしい。体は茶色っぽく、いやらしい。背中にイボイボがある、いやらしい。ニセトラフナマコ、偽物弱張りされたナマコ、空き缶のような筒状をしている。偽黒ナマコ、黒ナマコっぽいナマコ、全体的に黒っぽい。先っちょクロマティどころか全体クロマティ、足の先は白い。ジャノメナマコじゃないナマコ、偽ジャノメナマコ、いっぱいあるんだね。平べったくてまだら模様。こいつはシズナマコ、別名ゴマフナマコ、ゴマフアザラシっているよね、ゴマちゃんの。両端が丸まっている。浅い海の砂地に住む。こんぐらいか。レアナマコゲットできてないのかな。お、これか、赤いの。赤鬼ナマコ、へえ、強そうな名前のナマコ。鬼の角のようなトゲトゲがいっぱい。もうナマコナマコって言いすぎて、なんかナマコがゲシタルト崩壊してくるよね。ナメコとかもいたし、世の中には。かよい、こんぐらいでいいんじゃないのか。で、ボイスの種類がこれか。さっきのこのナマコ見せてもらおうとしようと。はい、ナマコ持ってきたよ。たくさん担いできた。なんだ、もしかして押し売りか。そうだよ。じゃあね、はい、マナマコ。なるほど、マナマコがマダコみたいな感じなんだね。ナマコに罪はない、俺が預かっておいてやる。この彼はなんでナマコをこんなに好きなんだろうね。あれ、プレゼントしたよね今。四角ナマコかって言ってくれないの。これ一回親密のアップに使わないとダメなのかな。はい、 2%、 3%。 これセリフはちょっと、せっかくいろいろあげたのに。まあいいや、トゲクリ色ナマコプレゼント。あれ、特にないね。なんか変わったのをあげないと反応してくれないのかな。こいつは普通ナマコだ。あれ、なんか判定がちょっと変なのか。間をしっかり開けないと言ってくれないのかな。もうなんで言ってくれないの。仕方ない、どんどん上げていこう。これでポンポン。まあとりあえず、えい、もういいや、ボイス言ってくれるとこだけ重要だと思うから、ここら辺ところどこどこっとあげちゃう。レアなやつ後であげるか。あれ、せっかく押し売りしたのに。はい、親密度 8%。 じゃあとっておきの秘蔵のこの赤鬼ナマコ、暗いな。トゲトゲかわいいこの子は赤鬼ナマコだ。お前の捕まえたナマコはいつだって俺に優しく微笑む。ちょっと親密度上がったね。えい、で、お、いくらお前でも寮で珍しいナマコが取れた時には分からずだと。うん、お、こっちのだと普通の量だとレアなナマコってそうそう出ないのかな。このさ、おそらくこの彼を慕ってるってことは女の子でしょ。あれかな、素潜りでどっせーってこの破壊してるのかな。ナマコもこんなに、一つの今破壊しただけでこんなにいないでしょ。おー、でもナマコがいるってことはここら辺は結構いい海なのかな。ナマコって綺麗な海とかじゃないと生息しないのかな。お、ナマコが何かを持っている。なんだい、株券？広告？これ何？広告、松崎しげるの広告か？何？今の何だったの？本当は広告出るはずだったのにうまく出なかったのかな。で、ショップがこれ、秘密の寮のチケット。200枚で2000円だそうです。イケメンプロフィール、ナンマコーナンマコーナンマコー。身長182センチ、体重62キロ、誕生日は9月4日、職業学生かっこ休みがち。いかんですな。好きな食べ物はクリームブリュレ、いいね。嫌いな食べ物はナマコの敵である酢。将来の夢は海洋生物学者と。なるほど、空城城太郎さんと一緒ですね。頑張って博士号でも取ってくれ。なんだ、もしかして。よし、あげよう。これセリフ言ってくれなかったやつとかは、あ、ダメだな。ほんとタイミングが分かんないな。まあいいや、ずれた間の悪さも、それも、あー、アプリ落ちた。ふう、
せっかくこっちがタイミングの話をしようと思ったのに、タイミングの歌詞を、あの素晴らしい歌詞を言おうとしたのに、よくも。どんどん上げていくか。とりあえずナマコをあるだけ上げて、そんで、まあ、好感度、親密度を上げて、お、ニセクロナマコを捕まえたのか。ナマコに罪はない。俺が。そうだよな、まあ、ナマコに罪はないんですけど、あ、また落ちた。落ちすぎでしょ、このナマコ。はい、押し売りに来たよ。今、ナマコの世話で忙しいのだが。これちょっとセリフ変わった？そんなこともないかな。で、ここら辺は、まださ、集められてんのがさ、この2ページ分ばっかりだね。偽ジャの名前、ジャの目ナマコを捕まえたのか。このナマコ。うん、見せたよ。やっぱあれかな、親密度を上げていかないと話にならないのかな。じゃあとりあえずある分全部あげますね。こんだけのナマコどうやって持ってきたんだが。こいつはトゲクリ色ナマコだ。とりあえず受け取って。お前そればっかだな。じゃあとりあえず持ってる分あげて、ナマコポイントだいぶありましたんで、上がりましたね。はい。よし、イベント。お前はナマコ以上に不思議なやつだ。興味が湧いてきた。お前もナマコ以上に不思議なやつだよ。これで、あ、ナマコポイント終わっちゃったね。じゃあまた寮に行ってこよう。ちょっと進展がないと面白くないんで、まあ多分ね、親密度を上げていけば進展あるんだろうけども、ちょっと大人パワーを使って買わせていただきましたよ。レアチケットじゃなくて、お、新しいの来た。無課金でも一応全種類って集まんのかな、まあ、とりあえず秘密の寮行きましょうか。秘密の寮、集めるぜ。制限時間30秒以内にどれだけレアなやつが集まるか。早く、レア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 なやつ、レアなやついない、いないいないいないぞ。お前、俺の銭を、俺の銭を無駄にする気か。お、クリーロナマコ、偽物じゃないやつだね。はいはい。お、新しいの来たね。羽地ナマコ。おい、321、もうすぐ終わっちゃう。おー、俺の指待ってくれ。よーし、まだいける。よしよし、ある分は壊させてくれるんだね。ほいほい、これで秘密量が終わり。レアなのは来たかな。なのでまだ行きましょうか。秘密量、よーし、横筋大ナマコ。へえ、エロいね。まあ、こんぐらいにしておこうか。もしかしたら親密度が上がってからのレア量、秘密量じゃないと手に入らないやつがいたりとか、そういうのがあったらだからね。じゃあちょっとイケメンにナマコをあげてきます。新種だぜ。ふん、クリ色ナマコか。え、お好みじゃないの。これといって特徴のないお前みたいなナマコだな。新ボイスなの、ボイスだったら、あの、その場で言ってくれよ、何か。羽地ナマコか。脳みそのようなシワシワが愛おしい。そばにナマコがいるだけで、寂しさを紛らわすことができる。ほう、横筋大ナマコではないか。もらっといてやる。ナマコを素人に任せたくないからな。プロとか素人とかあるんですかね。さあ、親密度どんどん上げていきましょう。20ぐらいになったら何か変わるか。あ、なんもない。もうちょい上げるか。黒ナマコ、やったぜ。クロちゃん、また結局1枚使っちゃった。もう一種類、おお、琉球富士ナマコ。ちょっと揺れてて読みづらい。沖縄のあたりにいるってことか。持ってくれ、俺の人差し指と中指。おお、もうちょいもうちょい、あと5秒、頑張って。おーし、何か来い何か来い何か来い、来ない来ない、ないですね。はい、回収。黒ナマコ、これは反応してくれるか。あ、反応しない。琉球は反応しないね。ほんとこいつは
何が好みなのかがよくわからんな。お、来た、25手かな。この俺がナマコ以外のものに心を奪われているだと。もしかして俺にか。ほう、来たね。身を結んだよ、努力が。ちょっとボイス見てみよう。てかボイスゲットってなってんだから、あのその場でなんか言ってほしいんだけどさ。これとか、もしかしてあのバグを見つけてしまいましたか。ボイスとは、ボイスとはちょっといかんところを見つけてしまったかもしれません。すいません、ちょっともし今後流れなかったらその分はちょっと俺が頑張りますんで。ということで、生コレ何をするゲームかは未だにわからないというか、先が読めないゲームですけどもある程度コンプリートまでできるかな。できたらコンプリートまでしたいですね。ナマココンプリート。いや、ナメコはすっかりもうなんだろう、みんなが飽きてきちゃったけど、次はナマコの時代が来るかもしれませんね。来ないと思うけど。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。